早速エドワード君のデートをヒョンビンさん発表してもらいたいと思います。はい、エドワードはロメンティックお姫様デートです。おお、お姫様がいいかな。あ、お姫様デート具体的にどんな感じですか。バラを花束を持って、あ、バラの花束を持って迎えてきます。花束でドレスアップしてお出かけしますので、僕は黒をスーツでビシッと決める。かなり決めた感じですね、うん、結構スーツ似合うので自分の口からも自分がスーツが似合うっていうことなかなか言えないですけど。で、そういうのは窓から三日月が綺麗に見える日にレストランを走ります。ここで大事のが白いピアノを貸して、白いピアノこれ貸して彼女だけの歌を歌います。もちろんこの曲は自分が作るもの。